はい、どうも。えっ、ー、と、今回はですね、えぇ、ー、旭川いじめ事件のですね、えっ、ー、と、件なんですけど、まぁ、あ、旭川市のですね、成り立ちとですね、えー、まあ、自衛隊のですね、駐屯地ですかね。あれがやっぱりちょっと目についたのとですね、えー、まあ、旧日本軍の兵士のですね、お話をしてみたいと思いますね。ってことで、まあえっ、ー、と、まあ、パン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 みたいな。 こんな感じなんですけど、えっ、ー、と、まあ、じゃあ、ちょっと、もうちょ小さくしてですね、えっ、ー、と、話してみたいと思いますね。で、えー、私的にですね、ある程度ですね、朝日川いじめ事件の件はですねうん、自分の中でですね、納得がいくような形にちょっとなってきまして、ちょっとあと、えっ、ー、と、数回でですね、落ち着くような気がします。えー、でして、その、浅彦にですね、 軍隊のですね、駐屯地がですね、置かれたのがですね、うん、明治32年だそうでうん、おそらくですね、えー、何もないところにですね、あの、ドカンとこう、駐屯地を置いてですね、えー、そうですね、まあど、どんな感じでしょうか。これじゃないな。まあ、こ,こ,こんな感じでですね、あの、<coughs> 年齢的にですね、まあ、性欲のおわけみたいなですね、あの、年代の男性ばっかりがですね、あの、駐屯するわけですね。で、するんでね、その、やっぱりですね、どうしてもですね、慰安所みたいなのは必要になりますね。で、えっ、ー、と、そうですね、旧日本軍って言うとですね、今の価値観からすると全然違いまして、おそらく、ちょっと、 私もですね、長いこと生きてないんで、戦前から生きてないんでわかんないですけど、あの、軍隊っていうとですね、相当強いはずでして、あの、力、えっ、ー、とですね、権力っていうか、あの、えっ、ー、と、ちょっと想像するとですね、あの、暴力団の方のような感じなのかなと思います。あの、もうこうするって言ったら、一般市民がやめてくれって言ってもですね、 あの、我々が決めたことに反対するなぐらいの。で、えっ、ー、と、警察もですね、え兼、ー、ねてるのかなと思うんで、いや、暴力団の人がですね、えー、警察のお仕事もしてて、まあ、やりたい放題だったんじゃないのかなと思いますね。で、えーえー、そうですね。<laughs> で、その、えー、明治時代のですね、 朝日川って言うとですね、おそらくですね、えー、何もないようなところにですね、あのー、軍隊の基地を置いてですね、しちゃってると思うんですね。あの、ある程度人は住んでるでしょうけど、で、そうだな。例えば1万人軍隊が来たとしますよ。で、おそらくね、500人ぐらい住んでて、で、500人の中のですね、そのー、 わある程度若,若めの女性で、がですね、あの全員、あの日本軍のお相手をしないとですね、いけないような状態だったんじゃないのかなと思います。で、そうですね、あの、どうだろう。まあ、1万人、1万人もっとだろうけど、ある程度あの辺もですね、守る必要があったので、ま、あその、 そう、そういった慰安状を作らないとですね、あのー、えー、その辺でですね、襲われちゃうんですね。あのー、暴力団の人が警察を兼ねてるとして、で、あのー、お、お、若めの女性がいるじゃないか、お前んちに。ちょっとお相手をさせなさい、みたいな感じでして、えー、まあ、例えばですよ、えっ、ー、と、10人ぐらいでですね、 あの、我々10人いるから、あの、娘にお相手させるようにって言ったらですね、おそらくまあ、えー、お相手はですね、させないといけないので、まあ、お父さんからする,するとですね、一応涙ものでしょうね。まあ、だけどまあ、送りのために働いている日本、日本軍の兵士にですね、まあ、お相手をさせるのはまあ、しょうがないんだけど、まあ、なんとかですね、回避したいとすると、するのであれば、あの、 慰安所のようなものをですね、えー、作るような必要がありましてね。で、まあおそらくですね、えっ、ー、と作るんでしょう。だけどですね、旭川っていうとですね、あんまり知らないですけど、北海道の上の方なんで、えー、そう簡単には集まらないと思うんですね。例えば、本州の方で、まあその、ある程度まあ大きい軍隊の基地みたいなのがあるから、 あの、隣近所のですね、あの、市区町村でですね、人を集めてですね、はい、失礼しました。えっと、なんで、本州のですね、あの、本州のですね、あの、はい、あの、まあ、本州だとですね、まあよ、横にこう、まあ、たくさん人が住んでてですね、まあ、働けそうな、その、慰安所でですね、 ま、働いてくれそうな人を募ってですね、まあ、お金払うから働いてようでですね、ある程度集まると思うんですけど、えっ、ー、と、旭川とかですね、まあ、北海道自体がですね、かな、なかなか難しいんじゃないかというところとですね、えー、その、札幌以外のところはですね、やっぱり、なおのこと難しいのかなと。で、札幌からですね、え旭、ー、川にですね、あさ、あの、 通って働いてよみたいなのこともですね、ちょっと現実的ではなくてですね、えー、とにかく強引な手段でですね、あのー、慰安婦的な人をですね、まあ集める必要があったのかなと思いますね。で、えー、そうですね、で、まあ慰安、慰安所を作ってですよ。で、まあさっきも話したんですけど、 えっと、高齢の人がですね、あの、慰安所で働いてお相手死ぬよって言ってもですね、えっ、ー、と、嫌がる可能性があるんですね。で、えー、そうですね、その、だから軍隊の人がですね、あの、もっと若い子、じゃないと嫌だって言ったらですね、もう若いのをつ、ど、どうにかこうにかして連れてくる必要があるわけですよ。で、そうですね、まあ、 昔からですね、ある程度、割とですね、強引にこう、ん女性を集める必要があったのかなと思いますね。で、まあ、その、もともとですね、えー、その女性を集めるのにですね、頑張ってた人たちとかですね、もういますし、で、その若い女性をですね、ある程度こう、んつなぎ止めておく。 必要もあり、あるでしょうし、するんでね、まあ、ちょ、ちょっとですね、浅いかいじめの件はですね、ちょっと強引すぎ、すぎてですね、ちょっとかわいそうはかわいそうですけど、まあ、その、ある程度こう,うん、文化的にですね、文化的その、文化的っていうかですね、うーん、地域の治安をた、守るためにですね、えー、 そうですね。まあ、げ、現代のですね、物差しではちょっと測れないですね。感じだったんじゃないかなと思いますね。で、えー、そうですね。でですね、その、そうですね、に、日本兵って言うとですね、うあ、ん、まあ、その辺歩いてですよ、歩いててですよ。 その、若い女性見つけ、見つけたらですね、襲っちゃうとかですね、そんなこともあったと思うんでね、うん、<coughs> まあ襲われたんでしょう。襲われ、襲われてますよ。あの、力も強いですしね、権力もありますし。でまあ、地元の人がですね、まあ、泣く泣く頼んで、頼んだりしてですね、基本ですね、あの、北海道の女性はですね、 全員慰安婦になって足りないぐらいだと思うんで、あの、基本全員慰安婦だと思うんですね。で、えー、ぐらいだと思います。で、えっ、ー、と、おばさんとかはですね、まあ、やるって言ったらやるけど、私らじゃ嫌って言うから、私らはちょっと無理だから、若い子を用意するね、みたいな感じの傾向はですね、あったのかなと思いますね。で、うん、これがまあ、戦前の赤線だそうで、 旭川は関係ないですけどね。まあ、うん、これ戦後なのかなちょっとわかんないですけどね。やっぱり、えー、<laughs> そういうですね、遊び場っていうのはですね、必要でして。で、そうですね。なのでですね、その、なんだろうな、旭、うん、川でですね、えー まあおそらく本州から連れてった、ええー、二十歳二十五、三十ぐらいのですね、男性ばかりを連れてくんでね、女性が全然足りないっていう状態になるんで、まあ必死超えて、あの、お相手をするんでしょうけど、そうですね。で、当時はですね、あの、もう北海道に住んでる人はもう全員お相手をするような感じでしょうがないとして、で、月日が経ってですね、するとですね、 あの、もうその辺の近所の子がですね、あの、軍隊の、えー、隊長さんの娘とかですね、えー、同僚の娘とかですね、そんな感じの方ばっかりになってきちゃうんですね。で、そうなるとですね、そんな感じの方をですね、えー、慰安所みたいなところで働かせないので、で、でその、慰安所で働いてもらえる人っていうのはですね、ある程度こう、限られてきちゃうんでね、 まあ、ちょっと今回、まあ、ターゲットとしてですね、旭川のあの子とかですね、えー、まあ、別の子とかですね、まあ、どうしてもですね、そんな感じのところの子にですね、働いてもらうしかなくなるのかな、と思いましてってとこで。はい。で、まあ、地域からするとですね、あの、必要なこう、うーんとですね、生贄にえとかですね、瞳悟空とかですね、そんな感じで、えー、 あの方たちが、犠牲になるおかげでですね、あのー、んその、へ、へ、自衛隊の方のですね、娘さんとかがですね、そういったところで、働かな、働かなくて済んでるんだろうなというところで、えー、で、その辺のところを理解してですね、あのー、そうですね、あの、が、中学校とかでですね、いじめとかをですね、 したりするのはね、いや、やめた方が良かったんだろうなって思うんですけど、まあその、その子がですね、あの、もうどうしても嫌だって断っちゃうとですね、その、別の中学生がですね、おそらく働かないといけない状態になるのでね、まあ、いじめに加担してですね、えー、そんな感じになっちゃうのかなというところで、で、えー、写真、動画をばらまくとかですね、 写真をばらまくっていうのはですね、やっぱり良くないよね。で、まあその、うん、お金を払うからね、働いてでよかったような気がするんですけどね。でですね、あとまあ、その、他殺のお話が、他殺、括弧、仮なんですけど、噂ですけど、他殺の可能性もあるんですけど、えー、いじめとですね、他殺がですね、今回あれは、 よくなかったんじゃないかなと思いますね。他殺だったらですけどね。で、で、やっぱりね、警察、警察の動きがちょっとおかしいですね。旭川はね。で、えー、中学生のですね、自殺とかがですね、多すぎます。あの、行方不明とかね。あの、普通のですね、普通の市町村とかでですね、えっ、ー、と、5年10年分ぐらいをですね、 あの、一年ぐらいで、えー、消化してるような感じででして、学校の先生もバシバシに捕まってますし、はい、まあ、えー、まあだから今回言いたかったのはですね、えー、その、まあに、日本兵というとですね、生きるか死ぬかで、 最近の自衛隊はですね、なんか腕立て伏せとかを、ね、やるとですね、高いお給料がもらったりとか、多分そんな感じだと思うんですけど、戦前とかはですね、あの、生きるか死ぬかなんで、その、気が立ってるんですね。気が立ってる人をですね、気が立ってる性欲のお化けみたいな人をですね、あの、収める必要が旭川であるとするのであれば、かなり強引な形でですね、あの、女性を集める必要があって、 それがですね、まあそんな簡単には消えなくてですね、あのー、ある程度現代も残ってるのかなというところで、で、で、まあ、次また、この続きを話したいと思いますけどね、まあお時間来ちゃったのでね、そろそろ切りますけど、はい。あ、切り、切りますね。まあ、うーん、ある程度、旭川だとね、必要なことなのかなと思いますってことで、はい、切ります。以上です。